はい、皆さんこんにちは。はい、ヤマトです。本日はですね、第10回目のランニングシーズンになっております。このランニングシーズンですね、まあ、改めて走り方について考えましょう。そして走り方の理論、そして体作りっていうのを紹介していく、シーズンになっております。第10回目、結構長いシーズンになりましたね。今日はですね、前回というバネを作ろうって話の次はプライムトリックス、爆発的な力のトレーニングっていうのを紹介していきます。これはぜひ皆さんトライしてほしいメニューになってますんで、チェックの方お願いします。プライムトリックスとは、いわゆる日本語で爆発的なトレーニング、まあ瞬間的に力を入れていきましょうよっていうのがプライムトリックスです。前回お話したようにバーティカルフォース、ホリゾンタルフォース、そしてポスチャー、力の方向性を作っていきましょう。で、その一瞬の力っていうのをプライムトリックスで学んでいきましょうっていうのが今回の目的になってます。本日はですね、プライムトリックスのトレーニングメニューを6種目紹介していきたいと思います。今一度瞬間的にで出す力っていうのだけ覚えておきましょう。1種目目、ダンベルプッシュプレスという動きになります。まず姿勢も確認していきましょう。足ですね、スプリット動作、はい、足前後に置きます。この状態です。で、ここで1個ポイント、この角度がちょうど走る角度にしてください。足ついた角度、だから深すぎず、浅めの角度で OK です。この状態、はい。で、ここからですね、よく見てこの角度ですね、これぐらいですね、自分の足の角度だったら。この状態からダンベル、まあ、3、4キロ、もしくは7、8キロ、男性だったら7、8キロ持ってほしいです。この状態から前足で、はい、膝を持ち上げながらダンベル一気に上げます。で、それを一瞬で足も切り替えます。で、この状態です。足戻します。ここから足ポジション作って一気に切り替える、やります。横から見るとこの状態、足のポジション、ランニングポジション作ります。この状態から右足で押し込んでっていう動きになります。はい。で、プライムトリックスなので、動きは速さ、一発一発の速さだけで OK です。で、連続でで速くなって、一発ドン、一発ドンっていう風に間を十分置いて、やってください。これ片方10回やっていきましょう。はい、2種目目、はい、スクワットジャンプになります。こういうボックスのものあったら準備してほしいです。はい、単純でスクワットジャンプ、スクワット姿勢、前回トレーニングやりましたね。スクワットの状態、手は腰でも OK です。ある程度ランニングと同じ深さのポジションで OK です。この状態から一気に乗る。で、なるべくここの着地の音立てないようにだけ気をつけましょう。一瞬で乗る、この動きの速さ、一発一発の速さが欲しいです。はい、これを計20回、ゆっくりでいいです。置いてもらって乗る、この動きの速さだけ欲しいです。なので、なるべく高さ上げるんじゃない、このここの上がるスピードっていうのを速くしてもらいたいです。はい、では3種目目ですね、ボックススクワットジャンプっていうのいきます。先ほどはスクワットジャンププラスボックスを足していきます。まあ、ボックスっていうスワットの高さですね、同じぐらいの高さ、まあ自分が座った時にちょうど膝が股関節曲がる状態ですね。この状態のボック、状態、手の腰を当ててもらって、こっからこの状態から一気にジャンプして上に乗ります。いう状態です。頭がぶれたり、こういう風によいしょっていうなるんじゃなくて、このお尻が座った状態、スクワットポジションですね、この状態から一気にっていうのに、はい、この深い姿勢がしっかり力を出していきましょうっていうのはボックスジャンプになっておりますので、ぜひ試してみてください。はい、では4種目目ですね。4種目目、ラテラル、ホップっていうものをやっていきます。このようにまあ、ボックスだって何でもいいです。こういう高さのもの、横幅のもので台を置いてください。この状態、ラテラルって横に飛ぶってことです。なので片足で右足一本になって、ラテラルオーバーハードホップ、横から横に上がる、その、障害物を越えてあげる、横にどんどん大きく動いてあげるっていうのはラテラルホップになるので、この状態を30秒、横に移動30秒やっていきます。はい、では5種目目ですね、スプリットスクワットジャンプ、のボックスを使っていきます。はい、このボックス、自分の、膝下ぐらいの高さですね、これちょっと低いですよ、これがちょっともっと高かったら嬉しいです。片足をこういう風に置いてもらいます。はい、この状態、で後ろ足でしっかりランニングポジション、走る力を使います。この状態から前足、両足、後ろ足全部使いながら一気にジャンプして足を切り替えます。こう足を切り替えていきます。この動きの切り替えの一発のジャンプを早く1っていう風に切り替え切り替え、上がるスピードを高く、どんどん高くで足の切り替えを早くで、ジャンプは高く
これを30回、連続で行っていきましょう。さあラスト6種目目、はい、バービージャンプです。はい、バービーと聞いて皆さん苦手なイメージがある方も多いと思いますが、このバービー、6回だけしかやらないです。プラメトリックスなので、大きく大きな動きで大きなジャンプっていうのが目的になっております。だからバービー皆さん、まず両手つきますよね。地面つきます。でそこから足を開く、戻す、でジャンプで、これが一周です。これをプライムデックスのようには、ね、一発一発、ジャンプの速さに足していきます。このようにで1でゆっくり戻す、ここから一気に2っていうふうな速い動き、大きく縮む、素早く縮んで素早く戻してジャンプっていう動きを早く6回行っていきます。このようにですね、ここから一気にっていう動作を意識を変えてやっていきましょう。皆さん、プラムトレックスのトレーニングどうでしたかね。今一度瞬間的にドンっていう出すトレーニングというのがプラムトレックスです。だから連続でパッパッパッと速くやるんじゃなくて、ジャンプの速さ、動きの速さっていうのは一つ一つのクオリティを上げていくっていうのがプラムトレックスになっていくので、あくまでも爆発的に力を出すっていうことだけです。このランニングシリーズですね、全10回、やっていきました。いろんなことができましたね。体のツイストだったり、モビリティ、スタビリティ、そしてホリゾンタル、バティカルフォース、まあいろんな動きをやってきました。これでランニングのトレーニングっていうのは一応全部これで完結になっております。これをさまざまなトレーニングを組み合わせてプログラム化することによって、皆さんのランニングをパフォーマンスを上げていくっていうのがこのランニングシリーズになっております。だから理論的なもんはこの第10回で、終了になってますので、もし必要な部位、これなんだろうと思うとこありましたら、ぜひ戻ってもらって見直して、ぜひ今のランニングについて改めて考えてほしいなと思います。今後はですね、ワークアウトプログラムとしてメニューを全部ごちゃ混ぜにして、こういうメニューのプログラムだよっていうのを一通り紹介していきます。コアトレーニングだったり、もしくはスピード系のトレーニングだったり、もしくはピリオダイゼーションに置き換えながら、どういうプログラムワークをしていけばいいのかっていうのを少しずつ今度は紹介していきたいと思います。皆さん、プラムドレスの動画いいなと思ったらぜひぜひいいねボタンください。もしくはこれプラムドレスのトレーニングなの分かんないなっていうとか、ぜひコメントにコメントをください。でこれで皆さん自由な顔になってもらって、どんどん新しい挑戦をやっていきましょう。では次回また。